エヨングタルカングエノーは、カメルーンクンバ出身の同国代表のサッカー選手。ポジションは MF。エヨンエノーとも表記される。初期公務員の家庭に生まれたエノーは、父の勤務先ィコにある、クラブチームの下部組織でキャリアを始め、2002年にブエア大学の学生として参加した、大学選手権で注目を集め、トップリーグに属するマウントカメルーン FC に、 引き抜かれた。また、そのプレイスタイルからアルゼンチン代表の、不安セバスティアンベロンになぞらえベロンとあだ名を付けられた。2004年に、北、キプロストルコ共和国へ渡りブリンジリグのマウサ、トルクグジェ SK に加入し、翌2005から06シーズンに優勝を果たした。その後、トルコやヨーロッパ本土への移籍を夢見るも叶わず、南アフリカ共和国のアヤックスケープタウン FC と、 契約。2年目から首相に就任すると2位と惜しくも、リーグ優勝を逃すも、チームの最優秀選手に選出された。その活躍から、同リーグのオーランドパイレーツ FC、マメロディサンダウンズ FC、カイザーチーフス FC が関心を寄せるも、ヨーロッパでのプレーを望みフランス、デンマーク、スウェーデン、イングランド、イスラエルのトライアルに参加した。 イスラエルのマッカビハイファ FC とイングランドのポーツマス FC を率いるハリー・レドナップ監督の評価は高かったもののハイファ側とはクラブ間合意に至らずポーツマス側とは労働許可証の問題から破断したアヤックスオランダのアヤックスアムステルダムを率いるマルコ・ファン・バステン監督の誘いから短期トライアルに参加し2008年8月に 同僚のハンス・フォンクと共に2010年6月30日までの2年プラス2年のオプション付きで加入。アヤックス初のカメルーン人選手となった。9月21日のフェイエノールト戦でリーグ戦デビューを飾り、25日の KNVB カップ FC、ユトレヒト戦で初先発出場をした。2009年3月18日、UEFA カップ2008から09の オリンピックマルセイユとの第一戦で初得点を挙げ、そのパフォーマンスからファンの人気を集め、マルティン・ヨル監督に交代後もレギュラーとしてプレーしていた。フランク・デブール監督後もしばらくは同様の状態が続き、2010年12月15日に契約を2015年まで延長したが、2011から12シーズンに負傷に見舞われ、 PSV アイントホーフェンセンに復帰してからは、先発よりも途中出場としての役割が増えていった。フラム2013年1月31日、完全遺跡のオプション付きで、イングランドのフラム FC へ、シーズン終了までの契約で貸し出され、アヤックス時代の同僚ウルビー・エマヌエルソン、そしてヨル監督と再会することとなった。3月17日、 ホワイトハートレーンでのトッテナムホットスパー FC 戦で78分に、ギオルゴス・カラグーニスと代わりでデビューした。アンタルヤ・スポル・フラムのレンタル移籍期間満了後は、アヤックスに復帰したが、出場機会に恵まれず、2014年1月、アンタルヤ・スポルへの移籍が決定した。スタンダール・リエージュ2014年8月、スタンダール・リエージュ移籍。 ビレムツー2 0 1 8年1月31日、ビレムツーへ移籍した。2009年6月7日にカメルーン代表としてモロッコ戦でデビュー。以降は 2010FIFA フフワールドカップアフリカ予選で数試合出場し、アフリカネーションズカップ2010のメンバーに選出された。2010FIFA フフワールドカップのメンバーにも選出され、2010年5月29日の スロバキア戦で代表初得点を挙げた。A.B. ゾワード・エウング・エノー・プロフェッサー・ A.B.C. ホーマー・マウント・キャマーニー・ F.C. プレイヤー・ジョインズ、エイジャックス・アムステルダム・ A.B.C.D.A.4 ・ゲノー、ディターミネーション・ツー・ファイト、エイジャックス・カントラクテト・エウング・エノー、ノー・フィアーズ・アズ・ミアーズ・テイクス、マルセイユス・ルー・アヤックス、エノート契約延長・フラム、アヤックスからカメルーン代表 MF を獲得。 トッテナムゼロのイチフルアムカメルーン代表エノー、トルコへ移籍エノーベルテレクトノルスタンダードルイーク、ハットウィレムツースラットトーイエヌホールとエノーボーオアゼス、マーンデンオーパス。ありがとうございます。